紀元前一世紀頃の足井の位置。足井、あるいは、アシアに、足追いとは、古代の遊牧民。ローマ人、ギリシャ人によって、約紀元前140年頃のグレコバクトリア王国、崩壊を招いたと記録される。しばしば、スキイに分類される。足井に関連する資料は、非常に限られている。主に、トログス、ストラボンなどの歴史家による資料が残っている。 トログスのピリポス氏助言において、バクトリア氏に関する言及の中で、スキタイのアシア二族、サカラウカエイ族が、グレコバクトリア王国及びソグド人を占領した、と述べられている。また、同助言における、スキティア氏に関する言及の中では、トカロイ族の王が、アシア人であるとし、サカラウカエイ族の滅亡について述べられている。なお、トログスによって、ラテン語で表された、 フィリッポス氏は完全な形で残っているのは助言のみで、多くはユスティヌスによる小六の形で残るが、小六中には以上に挙げた事柄について詳細な言及はない。ストラボンによってギリシャ語で表された地リ史においては、ヤクサルティス川対岸より進行した遊牧民、アシオイ、パシアノイ、トカロイ、サカラウロイがギリシャ人からバクトリア地方を奪った。 と記される。足井の起源、関連性、言語、文化などについては、歴史学をはじめとする分野から多くの学説が提出されているものの、共通見解を得るには、まだ遠いと言わざるを得ない。トログスの足アにアとストラボンの足酔いが同一であることは、一般的にも受け入れられており、ストラボンにおいて追加されているパシアの意については、異論の余地が残されている。足井とは、 ヘロドトスの言うイッセドネスのことであるという説である。余体山は、アシーをイリガワとチュイカワの間に居住し、後にバクトリアとソグディアナを征服した四部族の支配者と考えている。また、彼は、イッセドンスキュティアとイッセドンセリカがイッセドネスと同源であるとし、イッセドネスは遅くとも、紀元前7世紀の終わり頃までには、イリガワとチュイカワの間へ移動したと考えている。 紀元前一世紀の西域諸国、ウィリアム・ウッド・ソープ・ターンは、アシーとは、月子の構成部族であり、トハラ人もこれに含まれると考えたが、後に、自らのこの説に回帰的な立場を取るようになった。ギリシャ、ローマの記録に残るアシー、トカリ、および、中国の記録に残る月子、ウソンについて、これらを相互に関連づける、いくつかの説がある。アシーとは、パイサに、 外詐欺に同定される。そして、これらはすなわち、月子のことである。ヨーゼフ・マルク・ワルトこれは、ウソンの起源を、正方の記録に求める手がかりを示している。ウソンの発音、OSN、ウオさんは、ポンペイウス・トログスが報告する、月体部族、アシアニから転化したと考えるに遠くない。ジェームズ・パトリック・マロリー、ビクター・メア、ザ・タリム・マミス・アシートは、 おそらくスキタイ三部族のうちの一つであるが、トカリは、おそらくそうではなく、月誌に到定されると考えられる。アワド・キショール・ナレーン、ザ・インド・クリークス・ワシーを、後のクシャン帝国の中心部族、クシャン族、あるいは、中国史料に記録される大月氏の基礎を盛り込に、位置づける説がある。中央アジアの遊牧民における、民族移動について、最も重要な歴史資料は、 ユスティヌスのポンペイウス・トログスによる助言にあるアシアニがトカリの王であり、逆らうかえを滅ぼしたとの立場である。これをもってアシアニとトカリが密接な関連を持つ部族であると結論づけることが可能であり、推し進めていえばアシアニはトカリの支配者であったということが言える。我々はアシアニを後に勢力を拡大し、大帝国を築くこととなる。 有力部族の一つクシャン族に起源づけることが可能である。注目に値することは、ユスティヌスによってアシアニがトカリを支配したと述べられるのと同時に、中国資料においては、クシャン族を月子の5つの諸行のうちで最大としている点である。カジム・アブ・ドライフ・ノマド・マイグレーションス・イン・セントラル・アジア。ありがとうございます。